はい、山口敏太郎です。コアバナ、怖い話グランプリの、9月期の処方をやりたいと思います。実は昨日 VTR を撮ったんですが、うちの犬が大暴れをするということがありまして、あれは NG というふうにしました。今回が本当の処方です。まあ、上位8作品、まあ、辞典扱いなんですけど、まず、8位をいきますね。これがですね、アンディ・アニさんという方が、書いていただいた友人宅にてというで、廃墟マニアの方が、まあ、非常に霊感が強くて、こういう心霊現象に、巻き込まれるという話になっています。廃墟マニアの方、非常に私の友人もいるんですけども、よく、心霊マニアと間違われて非常に心外だということはよくあるそうですね。で、中に面白かったのはですね、非常に幽霊は幽霊らしく、透明でいろというセリフが非常に僕は面白かったですね。でさらにですね、あの人柄が出てますね。書かれた方 の優しい人柄が出ていて、ついついいろんなことに巻き込まれてしまうというところがちょっとコミカルな感じもあって面白い感じがします。なんかね、非常にこの友人を助けてあげたいという気持ちが伝わってきてですね、いいんじゃないでしょうかね。まあ、事故物件ものなんですけども、そこに執着している親子の幽霊の話ですね。それであの子供の幽霊が、生きている人の背中にひっついたりするという、そういった話ですね。あの、面白かったです。で、7位がですね、貧乏旅行、ホラオさんというかですね。で、何者かわからないものが、人に襲いかかってボコボコにして、レイプをしてしまって、身ぐるみハグという、まあ、窃盗団の話なんですけども、ちょっと妖怪じみた、こういう話が元になって妖怪になっているのかなといった感じがします。僕も地方出身なんですけども、田舎の怖さというか地方出身者の怖さが分かる内容になってますね。で、ですね、まあ、タクシーの運転手がいい味を出しているという点がポイントだと思います。ただですね、ひょっとしたらこれ裏のオチがもう一つあって、タクシーのおっさんがですね、売り上げを上げるためにこういう怖い話を作っているのかなといった深読みのできるオチになってますね。で、シンプルな話なんですけども、ショートショートの短編小説のような味わいもあってですね、非常に品がいい出来上がりになってますね。6位、廃墟の森、ライトさんの作品ですね。これすごいですよ。コウモリのような猿のような身軽にビルからビルに飛び移る怪物が出てきます。これ、まあ、コウモリ人間というんでしょうかね。ちょっとショッカー怪人を連想させる怪物で、まあ、実際に言うまでもですね、このマンバットっていう怪物がいましてですね、近い形状の怪物はいるんで、ちょっとそれをモデルにしたのかなといった感じもあるんですけども、まあ、自殺願望者が見てしまう共同幻想なのか、それともこの、主人公の女性がの脳内映像が、こういうコウモリ人間のように描写されているのかなといった感じがします。で、最後悲劇的な終わりになってまして、こういう悲劇的な終わりもなかなか、ホラーとしては面白いという感じがしますね。なんて言うんでしょうね、なんか心の中に住むこういう魔物的なものの描写というのは、僕は今後もっといろいろあってもいいと思います。で、幽霊でも妖怪でもないこういう怪人っぽい、ユーマっぽい怪物というのもですね、今後面白いのかなと。で、5位、アンディ・アニさん、これ悪霊と思わせといて実は守護霊とかですね、この女の子と付き合ってる彼氏が彼じゃないかと思わせといて違う人というね、ちょっとフェイントの壊し方がうまい構成になってますね。それで、まあ、俗に言う生霊ネタなんですが、設定のうまさでうまくまとめているような状態です。それでこれアンディアニさん、またしてもですね、これ人に頼まれて、事件に巻き込まれて、このアンディアニさんだがアンディ兄さん どうやって読むのか分かりませんけども、アンディ兄さんのお人よしぶりがでどんどんこういう事件に巻き込まれていくシリーズっていうのは結構面白いですね。心霊界の寅さんみたいにお人よしでどんどんひどい目に遭っていくっていうシリーズを今後も期待したいですね。で、不動明王の技を使ってるって背景が、さっきの作品、今回の作品でだいぶ明らかになってきてますので、今後そういったもっと専門的な描写があればより一層面白くなると思います。で、4位がですね、言葉遊びの弟子さん、括弧丸となってますね、消える丸姉さんシリーズ。この姉さんが非常に男前なんですね。
切符が良くてですね、その姉さんが霊能者でいろんな事件を解決していくという内容になってます。で、神社、まあ、ある神社に行ったことによって不幸に巻き込まれるということなんですが、まあ姿を消してしまう、魔物によって捕らえてしまうということですね。で、小指から消えていくというところが魔物との契約、魔界との赤い糸みたいな感じがして、ちょっと恐ろしい感じがしますね。まあ、こういった、神仏ではないものを祀っている神社、実は日本各地にあります。そういったものに接してしまった、姉さんの対応ぶりが面白いですね。非常にクールなところがかっこいい、姉さん萌えの人が増えてくるんじゃないですかね。で、3位がですね、アットマーク KO さん、アットマークコウさんというんですかね、実は見えていたという話ですね。これはですね、これはですね、人と思えたものが霊だった、でもう一つ人と思えたのが霊だったという二段落としです。で、霊だと思ったら人だったというのもあった、前回あったと思うんですけども、今回は人と思ったら霊だったというパターンの繰り返しの二段落としになってますね。でね、味わいはね、最後ポケットを見たらその中にキャンディーがあったという点ですね。そこら辺がちょっとおしゃれな感じがして、ちょっと余韻を残す気がしています。で、まあ、廃墟ネタ、そして、まあ、夜間 の、 バイト中 の、ね、事件ということでちょっと面白いかな。うん、2位ですね、龍来しぐれっていうんでしょうかね、投稿者の名前なんて読んでしょうかね、この、なんとなくね、これね、雨を呼ぶ龍、小型の龍、親子の龍なんですけど、子供の龍が体に憑依してしまって、それが雨を呼んでしまうというストーリーになっています。で、ちょっと雨の竜との別れはですね、ちょっとラスカルとの別れみたいな感じ、ラスカル的な、アライグマラスカル的な感じがして、非常に切ないような楽しいようないい話になってますね。で、これまたまたまた不思議な霊能者が出てきて助けてもらうという話なんですけど、なんとなく今後新しいシリーズが続いていくかなといった予兆があります。で、この女性との出会いがなんかね、メーテルと結露の出会いのように思いまして、非常に気になりますね。今後シリーズ化が期待される作品ですね。で、1位、地獄丸、言葉遊びの弟子さん、姉さんシリーズ、これまたキャラ推し一本の姉さんシリーズ、もうキャラが完全に来てますね。ですから自殺者が何度も同じものを繰り返すというありきたりのネタなんですけども、それをうまく処理しています。それで姉さんがですね、やっぱり助けないですね、下手に助けない、もうダメなものはダメだと、あれにはまってるものはハマってるんだと言って、もう無視して、無視するというか、まあいい意味で突き放してあげているというところが、姉さんシリーズの姉さんの男前ぶりをうまく表現していると思います。これはですね、姉さん萌えのファンが増えるんじゃないかなと思ってますので、今後も期待できるシリーズですね。まあ、こんな姉さんがいたらぜひ弟になりたいなと思うのは我々40代男子もそう思いますね。ということで今回の8作品、非常に粒が揃ってきてますが、実話怪談勢よりもジャパニーズホラーサイドの作品が増えてきています。来年はジャパニーズホラーと実話怪談を分けていきたいと思うんですけども、ジャパニーズホラーはですね、やっぱり構成とオチというところがメインですね。で、実話怪談というのはですね、やっぱりそのオチがメインだと思います。その実話怪談の、オチと、オチ一発勝負と、構成力とキャラ設定とかで勝負していくジャパニーズホラーのせめぎ合いというのが今後のコアバナの争点になると思います。まあ、実話怪談 VS ジャパニーズホラーの一種格闘技戦になっておりますけども、今月はジャパニーズホラーの方が優勢であったという感じがしますね。ということで実話怪談勢の巻き返しにぜひ期待したいなと思っております。今月の所要でした。大変僭越ながら所要させていただきました。また来月も再来月もいい作品を読ませていただければ幸いかと思います。以上です。よろしくお願いします。